こんにちは、ホビービデオです。16番ケージ2200、近鉄2200型新型の作成ということでね、その2ということになります。まあその1はね、板金作業、今映ってる板金なんですけれども、この作業の、板金をそこを作るまでの作業を、お見せしました。まあその2はね、このこっからね、曲げ作業から入った、やりたいと思います。まあ曲げるんですけれども、今こんな風にね、2枚の木に挟みまして、万力2つ使ってこの木でギュッと、これ樽木ですけど、これ押し上げてね、曲げています。まあこの曲げるね、向こう側の方の木なんですけれども、Rついてましてね、屋根の R の形になるように削ってあります。まあこの R がね、電車で言ったら485系とか、それからね、キハ58とか、いろいろとね、R が、R のでっかいちっちゃいの R があって、いろんな R があるんで、これはね、今 EF81 っていう字が見えてるんですけれども、まあこの電車は、EF81 の屋根のあるとよく似ているので、その木を使うことにしました。それで曲げています。まあそんなわけでね、これ反対側曲げるんですけれども、まあこんな風に同じようにして曲げています。まあ屋根はね、まだぺったんこの状態なんですよね。でね、まあちょっとね、その1でメッセージいただきましたんで、ちょっと紹介しますね。名前はちょっと伏せておきますね。まあいつも楽しく見させてもらっています。マジ相変わらずすごいことしてますねという、大したことないんですけども、まっすぐ毛がく切るやっていればなれるといえば、一体どれほどやればなれるんでしょうかという。まあ私これ2両作ったらなれましたね。まあ最初の1両はやっぱりかなり苦労しました。でもまっすぐ切るのはやっぱり慎重に、少しずつ少しずつ曲がらないように切ったりしてね。で窓なんかはやっぱりちっちゃめに開けといて、でヤスリで削って、窓の大きさまで削るというようなことをやってました。まあ慣れてきたらもう窓ギリギリまでね、切っちゃうんですけどね。まあこんな感じで、今曲げました。でね、これ今曲げる時に切ってしまったらうまく曲がらないというんでね、曲げてからあそこのコーナーを切ります。まあこれドアなんかでもね、今真ん中のドアは結構屋根の低いところに、低いところってわかるかな、まあ屋根ギリギリにドアが来てると、ドアも同じようにしなきゃいけないんですけども、まだ側板のところ、かなり下がったところにドアが来てるんで、まあ最初に切ってしまいました。これはもうね、ギリギリのとこに切るんで、今曲げてから切ってます。ね、それからね、次のメッセージですけれども、動画から察するに、窓の数、2万窓の形状、先頭部のおでこの丸みなど、難易度が高い車両ですということでね、高い技術力が必要かと思いますが、頑張ってください。全然高い技術力ないんでね、もうくちゃくちゃになって作ってます。まあこのおでこの、ところね、この新型っていうのは割とね、楽だったんですよ。で今旧型を作ってるんですけどね、旧型の方がね、もうちょっと難しくてね、ちょっとかなり手こずってます。まああそこ切り終わって、でまあ変な形になってるんですけど、あそこはね、ちょうどね、この前の部分の、落っことしちゃった。もう最近ね、よく物を落とすんですよ。もうあそこ曲げる、前のところね、ああいう風に、曲げまして、ちょっとちょうど乗務員ドアをね、半出し路にするような感じで、作りました。まあこれね、前回のその1では紙で試作をして、それでああいう形作ってるんでね、まあ
前回のその1見ていただいた人は分かるかと思います。でここのところもちょっと切り方が足らなかったのかな。それでね、屋根のところまだぺったんこなんでね、今度そこを丸く R をつけます。でまあ今座布団の上に乗せてで押さえつけて丸くするんですけどね、まあまあ笑わないでください。こんな感じでやってます。まあ大した工具持ってないんで、もうねあんな感じでねやってます。まあモップの棒もねちょうどこの太さがいいかなっていうのでね、モップの棒で使ったり、まあいろいろとねもうちょっと細いパイプ使ったりするんですけど、この屋根はこのモップの棒ぐらいが一番いいかなっていうような感じでね、トワイライトエクスプレス作った時も24系25型の屋根もこのモップの棒で曲げました。まあこんな感じで、屋根の R、作りました。で次にね、側板と前面のつま板部分になるところのね、接合する半出し路になるところね、乗務員ドアとかその辺を作ります。こちらは乗務員ドアないところなんで、ああいう風に普通のトイレの窓ですね、あれを作りまして、あれをちょっとね半出し路にしたいと思います。まあセロテープで仮止めしまして、でここをハンダ付けをします。それではまたねメッセージの紹介したいと思いますけれども、まあ標準機の車両は 16.5 ミリゲージで作られるのかしら、80分の1ですと18ミリになってしまい、87分の1作ればぴったり 16.5 ミリですねって書いてあるんですね。そうなんですよ、本当に87分の1で作ればね良かったんですけど、これまで持ってる模型が全部ね80分の1なんでね、やっぱりスケール一緒に合わせたいなっていうこともありまして、それとね87分の1台車とかパースがねちょっと高い、値段が高価になるじゃないかというのもあってね、で結局 16.5 ミリで作るのが一番手っ取り早いかなっていうような感じでね、16番で作ることにしています。まあ本当にねこの模型の業界っていうのは、このスケールっていうのはかなりねもういい加減ね、まあ聞いた人によると、まあちっちゃい模型は大きく拡大して、大きい模型はちっちゃく縮小して、まあだいたいどの模型もみんな同じ大きさになるようにするのが模型の世界なんだというようなことを聞きました。ですから新幹線は87分の1で売られてますよね、日本の新幹線ね。まあね私もねイモン、モデルズイモンっていうメーカーがあるんですけど、まあご存知の方も多いかと思うんですけど、あそこがね87分の1の鉄道模型を売ってるわけです。で、87分の1なんで線路の幅はどうなるのかっていうことになるとね、当然新幹線は16番って 16.5mm、それでね、普通の在来線の狭軌の鉄道は12ミリなんですね。12ミリの線路ちゃんと売ってます。まあそんなわけでね、あそこのね、87分の1の模型をやってれば、近鉄もねちゃんとした、線路も車体も87分の1という模型が作れたんですけれども、まあ私最初80分の1でやり始めたんでね、まあもう仕方がないですね、ちょっと我慢しなきゃその部分は。まあ今作業の方はこの側板とそれから前面のつま板になるところの板を、ハンダ付けしようとしてるんですけど、まあ屋根のねおでこのところちょっと合わないんでね、削ったりして今具合どんな具合かをちょっと見ています。まあこれでいいかなってな感じでね、まあとにかく私もねあの辺かなりいい加減な作業でやってるんで、まあ適当っていうような感じですね。でまあこんでまあ OK だったら、まだダメか、もうちょっとここを削った方がいいかなっていうような感じでね、まあねああいうところをね後でねハンダをパテ代わりにしてまた削るんですけれども、まあ今とりあえずこれをハンダ付けしていきたいと思います。まあ
あそこね、何回も何回もちょっとね、合わせては削って合わせては削って、ちょっとね、やったんで、そこのところカットしてあります。まあだいたいいい感じになったところで、これセロテープで仮止めをしまして、それで、ハンダ付けをしていきたいと思います。まあこのセロテープもね、ちょっと板金に油がついてたらね、ひっつかないんでね、ちょっとシンナーで板金拭いたりして綺麗に、しました。まあこれきちっとね、止めとかないとハンダ付けの時に曲がってしまったりするんでね、ちょっと一応慎重にセロテープで止めます。それではメッセージいただいたのまた紹介しますね。2200は電車の中の電車と言われたようですが、すでに2610に置き換わっていた頃の記憶しかなく、2200を見たことがありませんでした。走行するシーンを楽しみにしていますというメッセージいただきました。電車の中の電車ですか。まあ私ね、この電車最初に見たの鶴橋の駅だったんですけどね、当時小学校の5年でした。で4年までね、山陰線じゃない、紀新線の本達野という駅にいたんですよ。でそこはね、もう蒸気機関車が走っててね、旧型客車の、列車だったんです。でそんなんばっかり乗ってたんですけれども、そこからね、小学校の5年になって西大寺っていうところへ引っ越しました。ですまあそこは近鉄奈良線なんですけども、奈良線と橿原線と京都線がひっついてる駅なんです。でまあそのね、親と一緒に大阪へ行った帰りね、西大寺まで、当時は鶴橋から西大寺まで特急で止まらないノンストップで、鶴橋の次は西大寺というようなそんなダイヤでしたんでね、まあ特急で帰るのに鶴橋の駅で待ってました。でまあ奈良線の電車はね、特急って言ってもロングシートの普通の通勤型の電車だったんですね。でまあ割と近代的な電車で、まあ今で言うと800系になるんかな、当時はね。でその電車が走ってたんですけれども、その鶴橋で待ってた時にこの2200が来たんですよ。でまあ近鉄特急も特急っていうか座席指定のね、特急も走ってたんですけれども、まあこの2200が来た時ね、何このボロい電車ってな感じでね、見たんです。こんなボロいの走ってるんだと思ってね。ところがね、中をよく見るとなんとクロスシートになってるんですよね。でクロスシートでね、シートの上の方に枕カバー、白い枕カバーがついててね、ってな感じでね、ちょっとびっくりしたっていうか、なんかね、ちょっとなんか変な感じになりましたね。で奈良線の近代的な電車がロングシートの電車に対してね、このボロい電車がクロスシート、何これっていう感じでね、見たことがあります。まあそれがね、最初の2200との私の出会いだったんですけれども、そうですか、あれは電車の中の電車って言われてたんですね。それは知りませんでした。それからね、先ほどのメッセージあったんですけど、このおでこの部分ね、難易度が高い、形してるっていうことだったんですけど、まああんな風にね、なんていうの、ハンダをパテ代わりにしまして、それでね、後でヤスリでこうやって削って仕上げています。まあ本当にいい加減な作業っていうか、いい加減な作業なんですけど、まあパテはね、本当にペーパー細工してた時はパテでやってたんですよね。パテはね、割と 2,3 日ほっとかなきゃいけないんですけど、ハンダはね、もう数秒でこういう風に固まるんで、もうどん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 削って作業を進めていくっていうことができるのが、まあこの真鍮細工のメリットかなとも思っています。まあもう一つメッセージあるんですけども、真鍮板と糸のこの魔術師って書いてあります。まあ魔術師っていうほどでもないんですけれども、まあこんな感じでね、まあ適当にもうハンダ削ってごまかしてってちょっと言葉はありかもしれないですけど、まあこういう感じで、まあ3次元カーブのところは作っています。それではね、また長くなりますので、今回はこれぐらいにしておきます。まあ次回はこの電車ね、窓枠があるんでね、窓枠を作成からやりたいと思います。まあそれもね、ちょっと一つの失敗なんですけど、結果は失敗かなって自分は思っています。でもまあその窓枠作ったんで、そこからね、また次回は、やりたいと思います。それではさようなら。